ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。私は今高齢者を光り輝く高齢者にする活動をしている高齢者講演家の宮崎文隆です。今日は2023年の6月の3日土曜日です。今日はですね、藤井聡太名人、そして藤井聡太七冠、史上最年少で獲得されました。それに対して羽生善治九段がコメントをされていますので、そのことをちょっと言ってみたいと思います。羽生善治九段は25歳の時に七冠を獲得されています。その羽生さんからのメッセージがここに来ていますね。羽生九段、藤井竜王、史上最年少での名人獲得と七冠達成、誠におめでとうございます。前人未到の大記録の達成は、将棋に興味を持つ子どもたちに大きな夢と希望を与えます。これからも将棋の魅力を伝えるフロントランナーとして、さらなる飛躍を遂げる活躍をされることを期待しています、というのがメッセージが届いておりますが、藤井さん、いいですね。この子供にこの夢を与えられるところがすごいですね。今いろんな街づくりもそうなんですけども、私が長年やってきた次のつなぐといいますかね、その次を出てくる人に魅力がないとやっぱり続かないですね。街づくりやってる人が楽しく、わあいいね、街づくりがいいなと、子供を見て、わあ僕もあれをやりたいなとい う, こう夢が与えられるものになっていないと、なかなか継続していかない。今の農業もですね、今国にとって大切な食料の農業も、やはり次に育ってきた子供が、うわ農業楽しいな、畜産は楽しいなとか、梨とかリンゴとかそういう果物を作るも楽しいなという、この夢が与えられないとなかなか続いてこないということがありますね。その点で、この羽生さんが言われているのは、藤井聡太名人は子供に夢を与えるという20歳で、いやーやっぱり子供に近い年齢というところのもうすぐ届きそうなというか、割と近く感じられる年齢でそういうことを与えられるというのが、非常にまた効果が高いですね。そして、羽生さんはですね、この昨日朝日新聞の記事ですけども、羽生九段理解していけたらというタイトルで書いてありますが、1996年に七冠を達成した羽生善治九段52歳は何の不思議もありません。藤井さんはタイトル戦でずっと負けていないので、自然とタイトルが増え七冠になったということ、負けなければ勝つので、そうですね、負けなければ勝つ、将棋の可能性を探索し続けている藤井さんの指す将棋を少しでも理解していけたらといつも思っていますと話した。うわー、羽生さんもそういう形でね、見ておられるというのはすごいですね。私の時代とは違って、藤井さんは一般的な二十歳の青年と同じように過ごすのはもう難しい、きっと想像もできないようなこともあるんだろうなと思います。でもこれからも藤井さんならではの存在感を自然に示してくれると思っています、というのは書いてありますね。いや、藤井さんは二十歳になると、成人式なんて普通の人も書いて、思い出というか記念になる年なんですが、全然二十歳、普通の二十歳の生活をしていると人と違いますね。最年少で名人、そして七冠獲得という、すごい世界を手に入れたというか、夢を実現したといいますか、獲得したといいますか、ですからもうその世界は普通の二十歳の人が
する世界、住む世界とか生活のリズムとか、まあ、全く違う世界でも違うから、また違ったいい点がもちろんありますよね。これから先まだ伸びしろがどんどんあるということですが、新しい世界がどんどん開けるということですから、まあ、そういうどうですかね、二十歳の人がたどる、またそういうライフスタイルというか生活というか、それにもまたものすごい興味があり、それを見た子供がまた夢をつないでくれるというのは、まあ最高ですよね。そして羽生善治さんは、まあ、さっき見たんですが、インタビューも、まあ、受けているんですね。藤井聡太さんのことも中に出てきますけども、まあ、全体将棋界としてと羽生善治九段としての、まあ、インタビューだったんですけども、その中で、ですね、まあ、一番、まあ、いやすごいなと思ったのはですね、羽生善治九段にインタビュアーが、 AI はと人間の戦いはどうなりますかね、 AI と人間はどちらが勝つようになりますかねと言ったら、羽生さんは、いや AI がそれは勝つでしょうと。お？ AI が勝ったら将棋に対する人間のこうなんか興味とかが薄れて、将棋をこうゴーンとも落ちてしまうのではないかと、まあ普通思いがちですが、そこは違うと。AI と人間の藤井さんが今一生懸命やってこう育んできて、いろんなものを紡いできて、こう次から次へとこう新しいものを開拓し、タイトルを獲得していく、その物語が面白いんです。その物語に人間は拍手を送り、集中し、また見るんですね。AI と違うのは、人間がやる将棋には物語がある。はー、いいですね。私たちも町づくりを40数年やってきましたが、やはり町の輝く町というのはですね、そこに経済的にも上がったとか、まあ、人口増えたとか、まあ、いろんないい点とかありますが、やっぱそこのなった、その町がそう輝くようになった町の物語に感動するんですよね。いやー、将棋の世界も AI と違って、藤井聡太名人は今からまた新しい将棋の世界の物語を作っていくんですね。その物語がスリル満点であったり、まあ逆転のドラマにも感動したり、まあ藤井聡太名人の作るドラマ面白い、興味もあります、また拍手も送りたい。今からの藤井聡太名人のドラマどうなるのか、これは見逃せませんね。私もドラマを作るといえば、まあ一番今思ってるのは、チャンネル登録を増やすドラマが作れるのかなと思っています。ごきげんよう。